ハイストリート駅は、ブルックリンクブルックリンハイツのレッドクロスプレイスと、カドマンプラザイースト交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線である。A 系統が終日、C 系統が深夜を除く終日停車する。入り口ハイストリート駅は、チェンバーズストリート駅から、J ストリート、ボローホール駅まで開業した1933年2月1日に、 開業する予定だったが、この時点でエスカレーターが完成しておらず、開業は同年6月24日だった。駅は廃止された BMT マトルアベニュー線サンズストリート駅付近にあった。同駅は1944年に廃止されている。その後、1970年代にアダムズストリート側のエスカレーターが更新されている。エスカレーター駅は、 島式ホーム一面二線の地下駅で IND8 番外線最南端であるとともに、ブルックリンク内の A 系統と C 系統が停車する最北端の駅になっている。中間階は2層に分かれ、互いの木沢橋を連絡するエスカレーターが設置されている。駅の南で IND6 番外線と交流し、渡り線を経て IND フルトンストリート線と IND カルバー線に 再び分岐する。ありがとうございます。